男の第三の歌詞が今日は私の前に立っている病人が元気になる時のように抗菌の後に自由となり外へ踏み出すように詩が今日は私の前に立っているミルテの香りのように風の強い日に穂の下に座るように詩が今日は私の前に立っているレンの花の香りのように名帝の騎士に座るように詩が今日は私の前に立っている 雨が上がるように、男が戦場から帰還するときのように。死が今日は、私の前に立っている。空がベールを脱ぐときのように、謎の答えを見つけたときのように。死が今日は、私の前に立っている。長年を補修として過ごした後に我が家を再び見るように。生活に疲れた者の魂との対話は古代、エジプト文学の作者不明の指摘テクストである。エジプト中央国の 第十二王朝時代に書かれたものと推定されている。男の人生の苦悩に関する対話の相手は男、自身の、バーである。皇王国の時代では、そのような魂はただ王たちにのみ属すものとされていた、ようである。このテクストは、一般人のバーが現れる最古の例の一つである。写本にある複数の損傷、下記損事。 まれで不明瞭な語彙の出現などの要素がテクストの全体的な理解を混乱にしている。今日もなお生活に疲れたとされている部分に対する注目の一致する解釈は得られていない。この対話は羊飼いの物語とともにパピルスベルリン3024という一つのテクスト資料でのみ残存しており、羊飼いの上に書かれたパリンプセストとなっている。 対話の冒頭部の断片のいくつかは部分的にパピルス・アマースト3にも含まれている。パピルス・ベルリン3024はエジプト第12王朝時代中央のものと推定されている古文書である。このパピルスは1843年にカールリヒャルトレプシュースがエジプトで購入し、1859年に初めてテクストを出版した。テクストの伝達は 不完全なもので、冒頭部が欠落している。このため、対話のなされたきっかけや外部状況などは不明である。パピルス・ベルリン3024。ベルリンの旧博物館像被誕文学、地恵文学、教訓文学のいずれとも結びつきがあるので、この作品がどのジャンルに属するかというのは難しい問題である。カテリナ・ローマンは、テクスト作成のきっかけとなった動機が、 教訓であるという印象からこのテクストを教訓的な神言文学と位置づけている。ジャン・アスマンは悲嘆文学と位置づけている。それは仲間がいなくなり、結果として墓、儀礼追悼を通じた、この世界の継続という伝統的な観念が虚しいものとなった世界の姿を語っている。現世と来世の双方の悲嘆文学の形が見出される。どちらの形も、 明確な死の観念と結びついている。現世への悲嘆は世界の変化に、来世への悲嘆は存在の変化に向けられている。男は現世を嘆き、死を疲弊した生命にとっての理想状態と考え、バあは生命を称え、死は来世の神の仕事であると考えている。現世への悲嘆の原因としては、安定した社会基盤の崩壊が考えられ、これは、 ピラミッド時代の信仰の破棄にまで至った。死に際しての現世の存在の継続は、世俗的な事前措置に応じてのみ保障されるのであるという意識とともに、オシリスによる救済としての死という概念が発達し、来世の運命はただ人間の行いによって決まると考えられるようになった。現存するテクストは、以下のような構成と見ることができる、テクストは、 バーと男のそれぞれ三つずつの発言からなっており、対話を構成している。さらに、テクスト全体からは三つの嘆願三つの祈り、三つの嘆きが見出される。三つの機能的な群が際立っており、おそらくは注意深く選ばれたものであろう。バーテクストの内容の推定が、若干のごと行のみの冒頭部に決定的に依存しているため、解釈の入らない害は、 ほぼ不可能である。テクストの冒頭部がどれだけ欠落しているのかは明らかではない。しかしながら残存している言葉から発言の荒ましを推測することはできる。決定的な言葉は彼らの舌は不公平ではないである。この言葉は仲間の一人が裁判に関与したことを暗示している。ジャン・アズマンは来世での運命が対話の内容での問題となっていることから 死刑裁判との関連を指摘している。おそらく、この問題ではバーが専門家であると認識されたので、あろう。男の最初の発言は、不特定の聴衆へと向けられている。男は、話すことと聞くことの価値を解き、それから請願者として、自身のバーに向かう、我がバーよ、生き続けることの苦悩を軽視するのは、愚かなことだ。私を死へと導いてくれ。 その際私が歓迎されぬものとならぬよう、正法を私に心地よいものにしてくれ。不幸は人生の一時期に過ぎぬものではないのか。木々がそうだ。何時が葉を落とさせる。男は話を困窮者へと心を傾けるようにという要請で締めくくり、祈りを付け加える。祈りは話の流れから外れており、後になって付け足されたものであろう。二番目の発言ではバーが。 男が命を大事にせず、不合であるかのように備えをすると男を非難する。男は、バーの非難に対しこう自己弁護する。彼は去ろうとしているのではないし、すべての財産を奪われているので準備もできはしない。次の願いでは、男は財産を墓に注ぎ込む、ピラミッド時代の僧霊への希望を述べる。バーに対する願いには、脅迫が続く。正法では、バーの安らう場所はないであろう。 もしバーが、このような姿の不吉な死の状態を許しておくのならば、死後の存在を保障してくれる財産への願いとともに、供養を受けられる死への一般的に定式化された希望が語られる。三番目の発言では、バーは輪廻の見込みを否定する。有名な人の墓であっても子孫がなければ忘れ去られる、というのは、ピラミッド時代の信仰から離れることを意味する。人は、良き日を送り、 人生の憂いを忘れなければならない。最初の例え話においてバーは、男が生の儚さではなく、来世での枠とした希望が消えることを嘆くので、あると言って、男を非難する。二番目の例え話では、望みが叶わぬ時には、生の状況へと順応し、教えの言葉に耳を傾けるよう男の理性へと訴えかける。男は三つの嘆きの歌で答える。第一歌では、 名前の腐敗。第2課では崩壊してゆく秩序の影響。第3課では死が現世の悲惨を知らぬ、成就の場所として描き出される。男は死を来世での神の存在形態として描く、歌で発言を締めくくる。4番目の発言では、バーは再び男に嘆くことをやめせいを続けるよう、進める。嘆きは放っておきなさい。私の一部である、あなたよ、我が兄弟よ。 火鉢に捧げ物をし、あなたが描いたように生の戦いを続けなさい。ここは、私と共に生き、西法のことは後回しにしておきなさい。西法への願いは、あなたの獅子が大地へと垂れ下がる時となって初めて、叶うでしょう。あなたが衰弱する、その時には私も腰を下ろし、私たちで一つの、住みかを共に作るとしましょう。主要な研究者たちによると、 第18行に現れる JHM という語の解釈と翻訳がテクスト乗り換えの鍵を握る。この箇所が問題となるのは JHM という動詞が従うとも導くとも引き止めるとも訳すことができ、よって人生の疲れとされているものの意図について相入れない複数の解釈が可能であるからである。アドルフ・エルマンはここを私を死へと導いてくれと解釈した。 アレクサンデルシャルフトレーモンド・オリバー・フォークナーは、引き止めるという解釈を好み、私が死に到達してしまう前に引き止めてくれとしている。このテクストの難解な性質のため非常に多くの解釈の余地が残っており、ある解釈を他のものによって論爆するということは容易にはできない。アドルフ・エルマンはこの男が人生に絶望しており、自殺しようとしているのだと見る。彼には、 子供がなく、必要な早々儀礼を行ってもらえないということのためだけに自殺を思いとどまっている。彼の人格の一部としてのバーは、肺になってしまってしまった体は、無存在でありもはや世話の必要もなくなるのだから、家中に身を投じるといいと彼に勧める。アレクサンデル・シャルフは、男が学問のある僧侶であり対話編の詩人であり、革命という時代状況の結果として、経験な、 エジプト人としてはもはや生きられず、かつての慣習通りに神に捧げ物をすることもできなくなったのではないかとする。彼はこの時代の新しい考え方に甘んじようとしない。人生が嫌になった、彼は来世での不死を願い昇進自殺を遂げようとする。バーは生きる喜びの代弁者として、自殺を思いとどまらせようとし悪い誘惑者として、生の喜びへと誘おうとする。 カール・グスタフ・ユングの深層心理学の信奉者であるヘルムート・ヤコブソンはこの対話を独自の個人的な経験と考えている。その時代のひどい出来事によって神からの隔たりと喪失を知るようになりなに絶望した男が苦悶の中自殺の瀬戸際に立たされている。しかしながら彼の伝統的な思考では自殺は重大な罪であるとみなされている。この状況において 救済願望と伝統的な掟き手と相入れず、男は心の採用部にある確信、自身のバーと矛盾することになり、ヤコブソンはここに心理学的な原型を見出している。ありがとうございます。